はい、どうもエルザです。それでは2O2 やっていきましょう。覚醒編が終わりましたので次に行きたいと思います。尾張はここ美濃から南に下ったとこにある織田家の国だ。当主は信長様、最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。行こう、秀の字。美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀野、あ、秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは汎用か。よく顔を見せよ。初めて見る光じゃ面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ感謝いたします。おい、知って父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし立派に行かれたのであろうな。ということで、信長出てきましたね。まあまあまあ今からどうなっていくかとかだけど、まあね、信長さんの話をそのまま追っていく感じになるのかな、本編的にはね。まあまあ早速やっていきましょう。飛翔編とは、踊れた素性も知れない予想の受け入れるなんて変わってるわね。ここの殿様、藤吉郎は大大物だって感服してるみたいだけど、それにしても騒がしいわね。何でも敵の大勢力がここ終わりに向かっているらしいわ。さあ、とりあえず敵が攻めてきたってところでね、レベルも35か。小玉ちゃんが7体。さあ、どうなることやら。この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将義元の首。続け。敵は何？
のマタサが相手だ。さあ、桶狭間来ちゃいましたね。やっぱ歴史追っていく感じか。それはそれでちょっと楽しみではあるけど。織田について早々、でかい戦が始まるとは、手柄を立てるいい機会だな。まあ、手柄立てるの僕なんだけどね。でかい。特にアイテム今回なしと。久々なんだよな。まあ、今回はどれぐらい手間かかるかな。どうせ強いんだろうな。お、この山を越えりゃ今川の本陣の近くに出られるんだが、あやかしが救ってていけそうにね。お前も死にたくねえならやめておけ。この山を越えりゃ今川の本陣の近く。おま身振り、じゃあとりあえずバスケ。なんだお前、どけってのか。人がせっかく心配してやってんのに尻尾巻いて逃げてくんなよ。おお、言うね。さあ行っちゃいますか。どうせ早速出てくるんだろうな。意外と来ない。さあ、護衛はしたが、隣か。OK。居合も準備 OK。コウモリだったね。行き当たるんか。ああ、そんな大雨で土ごと橋が流されちまってる。ああ、じゃあ中を通っていくしかない感じだね。12本だね、矢はね。いるね。そうそう、来てくれるとね。まあ問題は他に何かいたらっていう感じなんだよな。火薬玉はゲッチュ31、まだ31か。40ぐらい欲しいな。54。五条だからこんなところに置いていかないのくれ。31、54、でかいね。あー、いたね。結構どこそこつながってる感じか。しかも槍。いやー、属性つけるか。
はあ、強いね、やっぱレベル高いからね。居合が一番良さげか。この状態で51、まあ、69くらいだったら、あー強いね。70いくんだよね。さあ飲んどこ。こっちはお宝で、24。ちょっと育ててみるか。こっちいける。こっちじゃあ行き止まりかな。さあ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 、あまりにも分が悪い。する感じか。あ、こだまちゃんやね。はい、これでちょっとは戦薬が手に入りやすくなるかな。なんだあれ、やばそうなのがいるのには変わりない。投げてくるんか。上がるっちゃ上がる感じだね。危な。投げてくるのがちょっと大変だね、思ったよりね。なんだこのまま。やめろ。やまんばか。いろいろ出てくるな。で、こっちが。ってことは、これはこれで OK として、こっち側と合流はしない感じ。しない感じだね。延期っぽいか。どうだ。痛いね。
いやー難しいなあ。せっかさあ意外とジャンプね使ってこないね。痛いね。一発が痛いんだよな。タイミングがいまいちつかめん。まあでもこれで37。ああ声はする。特に、おいるじゃん。さあ、オッケーかなぁ。あれは後ででいいね。毒消しは使わないから、どうしよっかなぁ。妖怪多いね、それにしてもね。左、まあ左か、進むなら。アイテムは落ちてない。上にも行けないし、こっち行くしかないか。そう、外来たね。お札、あ、マジで。そしたらね、レベルがね、確か高いのが26があるんで、あ、違う、これを、はい、落として様子見ますか。ほう、どうぞ。さあ、何に変わるか。友達か。まあまあまあ、強いね。あんましね。ああ、意外とこっちの方が強かったわけか。さあ、そうだね。昔使ってたやつの方が強いか。さあ、上は来ない。さあ、ショートカットが一つ目できた。ここででっか、とても歯が立たないか。いやー、まあとりあえずお参りして、まあ玉城はいいかな。まあ芯あげて、木霊の家具を受けていきますか。さあ
さらに上に向かう感じだか中から行く感じか。そっか、またまたおばば様が。投げてくる？イティ最後投げるんだよ。避けてって感じだね。あれ？こっちで、あ、こっちか。こっちだね。左はなし。特に何もない。あ。いるね。ちょっと顔出したね。よし、いたね。いや、危なー。いや、ここ当たってるか。そりゃあそこはねえそりゃあやられるわな。濡れ女いんの？マジか。28、38、あそこ出てくるんだろうな。29、ヤマンバに。おう、はい、すねこすりがいたね。さあ、濡れ女か。次は、いやー、延期。マジか、延期あかんね。やっぱ当てれないね、なかなかね。タイミングが悪いかではない。こっちか。いやー、強いなー。
延期、延期によりっていう感じか。あっちだね。こっちをちょっと片付けたい気も。あー、濡れ女いるね。いやー、どっちもどっちでやばそうだな。相打ちでそれか。おー、行けたー、よかったー。65。あー、連れて行きたい気はするけど、行け今どこいた。あー、いるね。3問がちょっとも、あ、あと1本しかないしな、しかも。いや、さあ、落ちたら終わりってわけではないだろうけど、まあ、なんか出てきそうだよね。めっちゃ濡れ女いるじゃん。いるんだよな。あ、しくった。にゅー、その動き。いけないね。あー、強い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 、相手したくない。あー、矢がないのは辛いね。いてぇ、痛い。54とかでもやられるのか。あ、いや、戻ってきてたね。
かも上から起きてるか。いやー、あくび。タイミングが合わねえ。一発が強え。寝てただけなんだね。いるね。この前にこっち、あーいいとこあるじゃん。いやーひょっとこ先に拝む。ちょっとリスクが高いわいくらなんでもちょっとリスクが高すぎる。なんかいたね。こっち進む。ってことは37。あ、こっちでもよかったわけか。山んばやばそうだけど。頑張ってる人いるじゃん。こっちはここ終わり的な感じか。上から落ちる感じだね。こうなると落ちた。あそこにもいる。もちろんこの下にもいるか。撃ちますか。いるね。ババ様がいる。ババ様、ああいた。意外と止まんないね。やっぱそうなるよね。で、君はそのまま行くし、できる？できたね。
作道具。はい。はい。お怒りで。倒れるかな。いやー刀が一つ切ったね。あとは35 50 41 40 40か、悪かないね。こっちは何かいるかな。おお。カード。いや、やっぱ80か。なんか読めないですけど、読みにくいな。はい。そんなにダメージ高くないのか、やっぱ。さあ取る。壊れない。小玉ちゃんはいない感じかな。そう。でもね、やっぱいたよね。最後投げてこなくて、怖えな。まあまあまあ、なんかあったんでしょう。で、ぐるっと回ってきて、カッパ。あんまりくれそう。おー、めっちゃくれるじゃん。玉城も出るのか。30。あとでちょっと装備も見直したいね。さ、これで戻ってできたというか、繋がったわけか。
ん？ん？今声はしたが上か。あれ意外と児玉ちゃんはいなかったか。せっかくなんで装備見ちゃいましょうか。あーこれはなかなかやね。28。はいはい、これがこっちに変えといて、300だけど900、あ伸びしろ的にどうなのかな。育てたら変わりそうな気はするけどね。ソファイアめっちゃ軽いね。強靭性ちょっと上げたい。そうだね。で腕がだいぶ腰は重めをつけれるけど、まあ、69くらいだったらって感じだね。まあそれなりに底上げはできたか。40、50、いきますか。気力削り。いやーさすがにね。なんとシャクナ。削ればなんとかいけたね。でこれは40、僕が42、大体似たようなもんになってきたか。ペニークも、まあまあいいか。登ってこっち側も特になしと。うん、ないよね、いないよね。よし、さあ戻って一旦セーブだね。さあ、カッパ、延期31。いや確実にいいじゃん。で、能力が やっぱ信号も上げていく感じだよね。まあ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 、ということで今回ここまでにしましょうか。クエストまだまだ長いんでね、多分半分ぐらいかな、ここでね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。